単細胞はいいよね。どこでも寝られてさ。なんだと？今回も早朝に向こうへ到着予定です。運転は僕と鵜飼くんが交代で行います。居眠りしたらすまん。サービスエースの次に理想的な攻撃の形だよな。サーブ&ブロック。くそたらごめん。ブロッコリー。やめろ、食べ物に失礼だぞ。なんでだ。あ、そこの練習やる？ボール？ボール出します？なんで一杯行きますみたいなノリなんだろう。お願いします。シャス。おい月島、もっと食え。持たねえぞ。西野屋さん、胃は大きいんですね。なんだと。生意気なやつめ。ほんとよこせる。ちょっと、飛びすぎた。おい、あいつら今日どうした。大丈夫か。くそ。どうしたんですかね、カラスの調子悪いんでしょうか。今日もスパイク練習付き合わない？すみません、遠慮しておきます。あ、そう？クロー！まだ何も言ってねえよ。なんで、お前、袋谷のエースの人と知り合う？単細胞はいいよね、どこでも寝られてさ。なんだと？今回も早朝に向こうへ到着予定です。運転は僕と鵜飼くんが交代で行います。居眠りしたらすまん。飛びすぎた。おい、あいつら今日どうした。大丈夫か。くそ。どうしたんですかね、カラスの調子悪いんでしょうか。サービスエースの次に理想的な攻撃の形だよな。サーブ&ブロック。くそたらごめん。ブロッコリー。やめろ、食べ物に失礼だぞ。なんでだ。こいつ全国で5本の指に入るくらいのスパイカーだから練習になると思うよ。ふん、3本の指にはギリギリ入れないですかね。どんまい。落とすくらいならあげないでください。それに君、ミドルブロ。あ、そこの練習やる？ボール？ボール出します？なんで一杯行きますみたいなノリなんだろう。お願いします。シャス。あ、ブロックが腕とかポッキリ折れそうで心配になる。ガッと止めないと。ガッと。僕まだ若くて発展途上なんですよ。筋力も身長もまだまだこれからなんで。悠長なこと言ってると。おい月島、もっと食え。持たねえぞ。西野屋さん、胃は大きいんですね。なんだと。生意気なやつめ。ほんとよこせる。ちょっと。今日もスパイク練習付き合わない？すみません、遠慮しておきます。あ、そう？くろー。まだ何も言ってねえよ。なんでお前、袋谷のエースの人と知り合う？